人の言い間違いが気になります。そういうの気にしちゃいかんよ。間違っとるなって思っても一応ね、会話通じれば大丈夫。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。あ、早速待って、ハートマークがある。1個、あー1個か。誰だ誰だ誰だ、春城さん。待って、ちょっと出ていかないで。今一瞬出ていこうとしたやろ入るっていうボタンが押せんくなりよった。誰、相手は誰なの。春城さん結構失恋しよるけんな。アダムスもアユナも好きなんです。アダムスさんってどうやったっけ。なんかアダムスさん相手がおったような気がするし、おらんかったような気もする。とりあえずアイナは結婚してるから。どんな感じで告白したらいいですかとりあえずアイナは結婚してるから、ちょっとね諦めていただいて、歌で告白しよう。告白する場所はどこがいいでしょうか。教室、浜辺、屋上、公園。屋上で、その前に、はい、屋上で着替えた方がいいですかね。いや、このままでいいと思うよ。わかりました。うんうん、では、アダムスさんどうやったんかな。告白してきます。相手。いまいち把握しきれていないんだけど、とりあえず本人は来たね。ちゃんと飛行機が去ってから言うんよ。さあ、どうだ。ここはマンション、決めてきたぜ、ファッション。あ、ごめんね、そのまんまでいいとか言ったけど。まるで俺のテンション、明日から君と人生のセッション。終わりです。どうだ、どうでしょう、どうでしょう。ごめんなさい、振られた振られた。マジか、相手おったんかな。おらんねやったらさ、ほらリベンジリベンジ。あー、めっちゃ落ち込んだ超落ち込んだよ。振られちゃいました。あー、リベンジなしか。まあ相手おったんかもしれんね。まあガムでも、ガムでも噛んで落ち着いてよ。どうすか。まあまあ美味しかった。まあまあ美味しかった。まあね、ガムそこまでまずいみたいなのそんなないよね。まあほら、またね、そのうちいい人が現れるよ。いや、春城さんいつも相手がいる人好きになるからな。はい、それじゃあ、あおんくん、入ります。何、二人で。犬を、めでてたの。お久しぶりです。お久しぶりです。旬に、友達を紹介したいのですが。ふんふんふん。旬くん今一緒におったよね。どうでしょうか。いいと思うよ。二人が仲良くなるには、どんな話をすればいいでしょうか。これもやっぱり、成功するパターンと成功せんパターンで条件があるんかな。趣味の、世間話で。でも世間話って基本的に、当たり障りないと思うけどな。もうよっぽどその人の話し方が無理とか、そうじゃない限り、話的には別にね。お、盛り上がってる盛り上がってる。いいやんいいやん。あうんくんが一番笑いよったような気がするけど。お、いいんじゃない？はい、いいね。ちょっと一瞬間があったけんダメやったんかと思ったけど。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったです。くれました。さあ、これでどん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 ね、友達の輪も広がっていくよ。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。人の言い間違いが気になります。そういうの気にしちゃいかんよ。間違っとるなって思っても一応ね、会話通じれば大丈夫。いただきます。通じれば大丈夫よ、全然。トウモロコシ好きじゃないの？美味しいよ。ほら、焼いたトウモロコシにかじりつくのってめっちゃいいやんね。別にかじりつかなくても美味しいけど。ほい、それじゃあ、ケイさん、お、ラブラブね。二人ともラブラブね。そのまま結婚しちゃってもよろしいのよ。一週間ぶりですね。お久しぶりです。お腹が空きました。お、おにぎりでも。はい、どうぞ。私結構朝ごはんにさ、おにぎり握って、あと、いり卵して、で食べることが結構多いんよね。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。
もう最近ちょっとおにぎりの量が増えてきて、3個とか食べようんやけどさ、2つぐらいに抑えた方がいいかなとかいろいろ。でも朝やけんね、がっつり食べていいと。いや、でも私にとっては寝る前やったりすることもあるけれど。はい、どうぞ。道具、本をプレゼントしました。この島に本当の悪人はいない。私は本当のっていうか何、悪人はいるの？え、ちょっとした悪人はいるんすか？まあ、それぐらいはおるんかな、ちょっとふざけた感じの人とか。はい、ねむちゃん。お、一人でダンス中や。かわいいな。かわいいな。一人でこういうのしよるって思うと。入るよ、入るよ。そして相変わらず格好もかわいい。あゆなのそっくりさん。お久しぶり。ありがとうございます。いえいえ。くしゃみが出そうで出ません。お、くしゃみ。はい、手伝いましょう。くしゃみ、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。最近またちょっとね、不発なことが多いけんさ、ちょっと頑張りたいんよね、くしゃみ。プロポーズの成功率はめっちゃ高くなってんやけど、くしゃみの成功率がちょっと、だいぶ落ちてきたので、あー、これはどうよ。くしゃ、あー、収まるー。あ、ですよね。ですよね。くわー。やっぱり全然成功しないわ。コツがわからねえわ。みんなに言われたようにしよるつもりなんやけどね。その中で一個叶えばね、万々歳やと思われる。はい、どうぞ。どうすか？さっきね、美味しくないって言われたんやけど、まあまあ美味しかった。微妙やね。まあでもまずくはないってことやけん、良きかな。はい、それじゃあ、キャラメルさん入ります。バレー中やった？お久しぶりです。そんなに経ったのか。あれだね、年末年始バタバタしとったけんやね、きっと。はい、見ましょう。なんか入ってる？これ、何も入ってないよね。でもなんか影、あれ？いつもあるっけ？で、なんか一応胃の中ね、何かしら入ってるっぽいんやけど、水か何か？でもなんか、説明みたいな何も出てこんかったね。そういうのはね、人から言われて初めて本当のことっていう感じが、自分で言えるうちはね、私自分で優しいとか言うけど言うけど、まあまあ美味しかったようです。お、買ってよかった。でも自分で偉いとは思わんけんな。はい、そしてまたバレーの続きを始めた。はい、ユーソさん入ります。久しぶりですね。お久しぶりです。どこに行ってたんですか？最近は別にどこにも行ってないんやけどね。くしゃみが出そうで出ません。あ、来た。待って、くしゃみリベンジ、はい、します。まあ、リベンジって言っても、ユースさんにとっては、今日初やけど。さあ、来い。くわー。お。ちょ、待って。もうちょっとゆっくりにしてみたりとか。鼻ピンポイントで。あ、ダメ？こちょ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 。おお、やったね。やったね。てか私的にはね、一番はね、あの胡椒パッパッパってしよったらめっちゃくしゃみ出るよ。いや、もうくしゃみ出た後も結構ムズムズしよるけどね、胡椒の場合。あと私ティッシュでも簡単に出るけんな。あれやないん、羽やけんいかんのやないん。小よりとか作ってさ、鼻の中こちょこちょこちょこってやった方が多分くしゃみ出るよ。ちょっと見えづらいな。出るよ。最近目が悪くなってきたかも。メガネを作らなければだね、それは。メガネ。はい、肉まんどうぞ。いただきます。ほいほい。毎週いろんな中華まんが出るよね。
チーズ肉まんがまた復活してほしいんやけどさ。てかあれもうレギュラー化してもいいと思うよね。どうなん？みんなどうなん？チーズ肉まん食べないの？まあ、一番売れ売るのは確かに普通の肉まんなんやけどね。私チーズ肉まん推しでいくけん、マジ。はい、くまちゃん。ラブラブだ。ラブラブだ。え、なに？夫婦の家には行かないんすか？え、そんなに？マジで？お久しぶりです。全然久しぶりじゃないんやけどね。お、模様替え？いいね。何にする？でもこれいいよね。なんか、結婚して二人の家もあるし、なんかこう、一人一人の家もちゃんとそのままあるっていう。現実ではなかなかないやろうけど。現実ではちょっと難しいよね。やっぱ家賃とかいろいろ考えたら。よし、改定スタイルでいこう。はい、どうぞ。新しいインテリアもありがとうございます。でも落ち着かなさそうやし、ね、寒そう、ちょっと。やっぱね、寒色系の色やけん。はい、見ます。絶対落ち着かんよね。周りなんか魚ゆらゆらしよるし。どう？気に入ってくれた？あ、結構天井とかもこういう感じなんよね。確かに。でもこういうなんか船が沈んどるやつとかさ、見よったらちょっと不気味な感じする。はい、大事にしてくださいまし。この髪型、飽きてきました。マジで？ほら、ちょっとクイーニーに切ってもらうとか。そこはあれか、美容師さんか。いただきます。はい、どうぞ。どうすか？まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。レベルアップはい、それじゃあ。はい、ギターでもどうぞ。道具、ギターをプレゼントしました。さあ、そして、じゃあそろそろね、みんなに募金を募りたいと思います。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。あれだな、何かしらみんな頭に乗せてるね。角とか花とかケーキとか、個性的すぎる。はい、今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。そして、今日も、歌をね、送ってきてくれた人がいるので、それを聞いていきたいと思います。今回は、ソロの曲。久々ソロの曲で、はい、久々ソロの曲でキングのオシャンティーっていう曲です。送ってきてくれたのはアサポンさんよね。今日もね、挨拶しなきゃ。オシャンティーな世界、こんにちは。仕事が大変でも頑張るな。ライブもね、オシャンティーの世界、こんにちは。私のおはよう世界みたいな感じ。似たような挨拶です。キングの挨拶です。オシャンティー。結構私のライブ配信にもオシャンティーって言いながら入ってきよると思うけど。ほい、そして。はい、ミニニュース見てこう。お願いします。いいニュースをお伝えします。本日さっちゃんがさっちゃん誕生日を迎えました。おめでたい。あゆの市のホテルで開かれたお誕生日会の模様をお伝えします。あやね、さっちゃん誕生日ツイッターでも寄ってけんね。何気に見てる。ハッピーバースデー。あー、もうほらちゃんとヨミさんがお祝いしてくれよるよ。ハッピーバースデー。まあね、夫婦やもんね、そこは。ハッピーバースデー。なんかあれやな、こういうね、誕生日の時とかミーニュースで取り上げられるのはもちろんなんやけど、なんかおめでとう、家とか部屋とかでもね、なんか誕生日仕様になったらいいのに、なんか誰かにお祝いされよるみたいな。特に夫婦ってなったら家でお祝いね。さっちゃんさんっていくつになったんでしたっけ？それはさっちゃんに聞いて。おめでとう。
夕日のミニュース。猫パパを伝えしました。ありがとう。ほい、ということで、ハートがないかだけをぶわーっと見まして、ないっすね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ということで、まさっちゃんおめでたい。みんなお祝いしてあげてね。